働く細胞の癒しキャラ、そうご存知結晶バンちゃん、けなげでいつも一生懸命チームワークを武器に働いています。ほんわかキャラとは裏腹に定められた彼女たちの悲しき運命と設定の背景を探っていきますよ。どうも伊賀です。楽しく体の仕組みや機能を学べるアニメ働く細胞、実際の細胞をもとに設定が組まれているこのアニメでは、アニメで解説されてはいないけど調べると、あ、そういうことだったんだという設定が盛りだくさん。今回はこのアニメの一つの楽しみでもある可愛い結晶バンちゃんたちについて、なぜ結晶バンちゃんたちはみんな子供なのという謎について考察していこうと思います。まず結晶バンは血液の成分の一つです。血液は分解していくと血晶と血球成分とに分けられ、この血球成分の中に酸素を運ぶ役割の赤血球、細菌などの外敵から身を守る役割の白血球、そして血小板が含まれています。血小板は外傷などで破れた血管を止血する血液凝固の役割を持っています。働く細胞では赤血球も白血球も大人のように描かれていますが、なんで血小板ちゃんだけ子供なのでしょうか。それには2つの理由があります。赤血球、白血球と比べて細胞が小さいというのが1つ目の理由です。白血球がおよそ直径10から15マイクロメートルなのに対して、血小板は直径2から4マイクロメートルの大きさしかなく、約3分の1程度になります。細胞自体の大きさが白血球や赤血球に比べて小さいというのが血小板ちゃんだけ子供である一つの理由でしょう。しかし、たくさんの細胞たちが働く本作では他の細胞との大きさ比率が著しく変わってくるので、これだけの理由では少し違和感があります。血小板ちゃんが子供の理由、もう一つは血小板ちゃんの寿命によるものということが挙げられます。実は血小板の寿命は10日程度とすごく短命なんですね。赤血球の寿命は120日程度のために、それと比べてもかなり短い。つまり血小板ちゃんたちは大人になる前に残念なことに亡くなってしまっているってことなんです。悲しい話。ところで血小板ちゃんたちはどのようにして亡くなってしまうんでしょうか。実は彼女たちの死因はアポトーシスと言われる機能によるものなんです。アポトーシスとは多細胞生物の体を構成する細胞の死に方の一種で、個体をより良い状態に保つために積極的に引き起こされる管理調節された細胞の自殺、すなわちプログラムされた細胞死のことを言います。つまり血小板ちゃんたちは体のためにあらかじめ10日後に死ぬことを決められて生まれてくるという悲しい定めを持っているんです。はい、いかがだったでしょうか。知らなくても楽しめるけど、知っていればもっと楽しめる。やっぱりアニメって奥が深いですよね、というお話でした。コメントやいいね、そしてチャンネル登録をお願いします。